いざ尋常に。バックベアードみたいな、あ、指だ。痛い痛い。どうせいっちゅうねん。OK。痛い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 。当たんのかい。いや、どうするこれ。無理。逮捕なんて打てたもんじゃないって。よし。いいかも、いいかも、よくないかも。よし。バカだな。無理。これどうしたもんかいな。いや、間に合わん。よし、来た。痛い。ここ泳げたのか。あれ、これどこも塞がれてない。あ、そんなことはなかった。参ったな。間に合った。よし。痛い。
痛いかも。よし、無理やり行った。行け。厄介すぎる。ありがとう。海の守護はわしの使命であったのに、こんな小さな存在が成し遂げるなんて。海に侵入した悪の力はついえたが、ん？消えたが、まだゴミモンスターや虚空の穴は残っているはず。余裕があれば海の住人たちを助けてくれ。それでは約束通り水の証を授けよう。よし。さらにわしの代わりに大きな仕事をしてくれたお礼にご褒美をあげないと。お、わしの力が込められたトーテムだ。君は真珠の力を使うことができるから役に立つだろう。え、クジラ。帰り道が遠いからこのクジラを利用してくれ。水流を吹いてヤドカリ村まで運んでくれるだろう。そしていつかは全ての証を集め、他の真珠を探し、悪の根源を消す必要があるだろう。その間わしはここで力を蓄えておく。やったー、トーテムだー。犠牲のトーテム。ダメージを受けた場合 25% の確率で3級の魚を1匹消費し、魚消費すんの？受けたダメージ量だけ回復します。へえ、あ、回復するのはいいね。これなんだっけ？押しとっか。帰ろう。着地どうすんだそれ。ぐったりぐったりしてる。大丈夫ですか？遠くから巨大な水流が湧き出した後、勇者様がここに墜落しました。海に開いた穴の数が減り始めたと聞きましたが、やっぱり勇者様が解決してくれたんですね。本当はもっとこのヤドカリ村に滞在してほしいのですが、ここ以外にも勇者様の助けが必要な人々がたくさんいるでしょう。勇者様の前途に穏やかな順風が吹きますように。ありがとう。魚増えないな。ここ行ってないね。そこ左下行ったっけ？
そっち行こうか。もしかすると ただのチェックの外れはせぬ忘れの可能性もある。あれ？ここ行った。来たな。来たわ。あれだ、サンゴ礁。ここにマーキング置きたいな。サンゴ礁削れるようになってここ来れたんだ。あとなんかクエスト、ジャングル系はもう次行ってもいいかもな。クリティカルってなかなか出ないね。よいしょ、やっぱここ行ってないんだ。よし。こっち流されーの？船だ。破線、ナンパ線じゃない、破線です。昔からカワウソの船員には彼ら独自の習慣があった。彼らは仲間が何を食べて死ん、何かを食べて死んだ場合、その魂を慰めるために死の原因となった食べ物を備えたという。死んだ原因のものを備えるの。事故で航海をやめて以来、船長の様子がおかしい。船に一隻ある救命艇を確認しながら僕たちの様子を伺う。僕たちの方が数が多いから心配はないけど、念のため宝箱をガラクタと交換した。早く穴が消えて無事に家に帰れたらいいな。あ、怖っ怖い怖い怖い。ほう。君たち何食べたんだい？何かを乗せるんだな。料理人、海にできた穴のせいで事故が起こした後、僕たちは海の真ん中で立ち止まった。
今回の航海で大きな宝物を手に入れたが、事故で生き残ったのは僕、船長、船員の3人だけだった。船長はこの船に一隻ある救命艇は小さいから、海の穴を通り抜けることができると断言した。船長は今回手に入れた宝物を港町で売れば、どれだけのお金が稼げるか考えてみろと、僕にだけ耳打ちした。次の食事の時間が唯一のチャンスだ。それまでに決断しなければ。特級貝焼きのレシピ。サザエやタイラギなどの一級の貝を焼くことで出来上がります。貝は果物、薬草または根と一緒に調理すると味が落ちるので注意すること。塩サバ焼き。サンゴフグ汁。焼きサンゴフグと普通の焼き魚は見た目がとても似ているため非常に危険です。はあ、サンゴフグか。いいえ。あ、初めて。ちょっと他で練習しよう。一級の貝がない。あれ、まあ一級の貝はなくていいか。一旦あと2回チャレンジできるぞ。あれ？なんか一個使っちゃった、もしかして。できた。今の要領で三国バーベキュー、これをお供えしましょう。あ明るくなった。ダイバーのヘルメット、1分に1回体を守る泡を作り出すことができる。へえ、いいですね。料理むず。あ、いけた。石ころ。布切れ。
違う、これあれじゃない、だからその船長じゃない違うのかな、なんかゴミしか入ってなかったけど、あれ出れない、以上か。イルカ。いた。サンゴフグってこうやって釣るの？毒だ毒だ毒だ、まずい。この状態でビークマスク、クラウンだじゃあいいや、そりゃそうだよな。これ何？料理の寺院。一番左上のなんだこれ、あ、これ古代人は世界の料理ん世界の誕生を記念するため特定の料理の前で踊ったという。現在まで記録に残っているのは2つの料理であって、以下の順に料理の前で踊ったという。草原が消えた日、一緒に消えたもので作った料理。海しかなかった日、黒くなったもので作った料理。
これが全部ついてる状態。で、これが草原がなくなった日。濃い。これうっすら見える葉っぱは、魚使った料理だよな。魚3種類。これじゃない？次が、海しかなかった日。黒くなったもの。ちょっと待って。あ、そっか。黒くなったものか。一緒に消えたもので作った料理ね。混合魚と丈夫な、なんだこれ。丈夫な果物。っていうことは、これじゃない？混合魚と丈夫な果物。もしくはこっち。こっちな気がするな。海しかなかった日、黒くなったもので作った料理。こう。OK。草原が消えた日、違う、草原、ん？草原が消えた日に、こっから消えたものは、魚と、ピンク色の魚と、果物。で、作れそうな料理は、なんとなくこれ、なんかジャムっぽいのが塗られている魚の切り身。で、海だけの時に黒くなったのは魚と葉っぱ。魚と葉っぱで作ってそうなのがこれと、これと、これだったので総当たりしました。まあ、本当は作るんでしょうが。サメの頭の形をした帽子、サメの魂を一体召喚し、周りの敵にダメージを与えることができる。どうなんこれ。大丈夫？大丈夫かな？これ敵に向かってってくれるかな？この下なんかあるな。はいはいはい。いや、なんもないわ。もう終わりです。終わりです、もう。